翔太郎くんマスク洗ってるの？もうなんでちょっと笑ってる？いやちょっとなんか違和感がすごい。いやいやでもマスクってさ、やっぱ毎日肌につけるものだからやっぱ清潔にしときたいなと思って。なんか意外とちゃんとしてるんだね。意外？なんで笑ってんの？バカにしてる？してないしてないして。っていうか布マスクもやっぱりアタックゾーンで洗うんだね。もちろん。あ、じゃあここで問題です、なんで布マスク洗いにはアタックゼロがいいんでしょうか？わかんない。早くない？わかんないっていうのが。わかんないものはわかんないんだよ。じゃあ分かった、ヒントな、こうやってアタックゼロで洗った後にこうやってすすぐと、ほらどう？全然泡立ってない。そうでしょ？洗剤残りゼロへだ。そう、毎日マスクってこう肌につけるからさ。なるほど、余分な洗剤が残らない方がいいね。そういうこと。じゃあ他にはアタックゼロが布マスク洗いにいい理由まだあるの？あるでしょそりゃ。わかんない。お前考える気ないよな。いや、ありますありますあります。あのな、アタックゼロには蛍光増白剤が入ってないの。ってことは色柄物のマスクも大切に洗えるんだ。そうそうそう。しかも洗浄成分のバイオ iOS が植物由来だから。いいことだらけだ。そう、つまり毎日の布マスク洗いには。わかんないです。鼻で笑ったな。いやすいません、ちょっと間違えました。間違えたってない。布マスク洗いには抗菌プラスのアタックゼロ。正しい洗い方はこちら。